はい、皆さんこんにちは。スペースビ編集長の太田です。いかがお過ごしでしょうか。編集長の時事ネタ砲弾は、私の気になる時事ネタを独り言のようにつぶやくコーナーです。今回の時事ネタはアストロスケール、エルサディで模擬デブリの再捕獲に成功です。8月下旬にアストロスケールホールディングスはデブリ除去技術実証衛星エルサディの実証において捕獲機サービサーが磁石を活用した捕獲機構を用いて模擬デブリクライアントの捕獲実証に成功したと発表しました。おめでとうございます。デブリ除去を含む軌道上サービスを提供する上での大きな課題は、対象となる物体の捕獲ですよね。今回の実証結果により、捕獲対象物体として運用が終了するなど機能停止した衛星をサービサーが捕獲できることを証明したんです。今回の実証フェーズ、これフェーズ 3A ですね。 3A の成功は、世界に先駆けて行うデブリ除去技術実証における大きな一歩だと思います。現在は次のフェーズ、フェーズ 3B ですね、であるサービサーの自律制御機能を用いた非回転状態のクライアントの捕獲に向けた準備を進めています。このフェーズではクライアントを分離した後、搭載ソフトウェアによる高度自律航行機能を使用し、誘導接近捕獲の実証を行います。この実証は今後数ヶ月で実施完了予定であり、その後は回転状態のクライアント捕獲、そして最終的には意図的にサービサーがクライアントを見失った状況からの探索接近捕獲というクライアントの診断探索フェーズへと進めていくようですね。エルサディの運用構想をまとめたフェーズ1からフェーズ7の図はこちらになります。ちょっとこちらに出てると思います。スペースデブリ除去をサービスとする企業はありますけど、模擬デブリを打ち上げたのは今回が初めてです。まあ、今後が楽しみですね。ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。上にマーク出てお願いします。